はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、スイカゲームね、やっていこうと思います。ということで、ね、行ってみましょう。行け。さて、前回ね、しばらく作れてなかったスイカを久々に作れたので、まあ、割とね、満足しているところなんですが、まあ、コンスタントに作るのがね、理想といえば理想なんでね、まあ、まだできるとは言ってないけど、頑張ってやっていきましょう。まあ、最初のうちはね、なるべく、ほんと細かいのが間に入らないように言ってるそばから入るからさ、言ってるそばから入るからどうなんだいって感じだけど、ここもくっつかないしね、リンゴが吹っ飛ばした。ね、これじゃあちょっと端っこ置いといて、こっちなしにすれば、まあ、隙間、あーでも、ちょっとあれだね、ぶどうじゃないや、いちごがね、挟まったままですね。まあ、次、いちご落ちて、で、ぶどうで、OK。であれば、まあ、いちごも救い出せるかと思ったけど、ちょっと救い出せたとは言い難い感じだな。どうしようかな。まあ、できれば、ここにチェリー落としてね、掘り起こしていきたいんだけど、これ一旦こっち置くか。ああ転がってしまう。うまく乗るときと乗らないときがね、あるよね。これどうしようかな。置く場所がないな。ここに置くしかないか。ここに乗るかな。やっぱり転がった。蓋をされなければここにチェリー落としてつなげちゃいたかったんだけどな。難しいね。はい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 。そうね。これこそ一旦この上置いて、全然置けない。これ梨と梨くっついてほしいと、ここのイチゴ育てんのむしろ邪魔だもんな。どうすか。ここに置いて、オレンジにして、で、くっつけて、OK。よし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 。これだったら今のうちにちょっとイチゴ吸い上げておけるか。次もグレープなので、これ一旦こっち置いて、ここちょっと収穫して、で、さらに、もう2個入れて、はい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 。まあ、これだったら小物とも言えないし、一応回収できたと見るべきじゃないかな。はいはいはい。OK, OK。これだったら、まあ、ちょっと余分なのって左下の、あ、じゃない、右下の、オレンジぐらいなので、あ、そんなこともないな。柿も挟まってる感じはしてしまうか、これだと。まあ、でもまだなんとかなるかな。上のリンゴがね、ちょっとくっついて梨になれば、梨と梨でピーチが見えてくるから、まあ、ピーチできればまだやれるんじゃないのみたいな、話かね。はい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 。次が柿なんで、次が柿、あ、柿か。柿だったらこっちとくっつけたいな。ただ、ちょっと右端は乗せんのむずいから、こうだね。OK。これでだよ。ちょっとこの後どうしようかなんだけど、ちょっと一番下の柿はちょ回収難しそうだな。これ一旦この上乗るんだったら、オレンジをくっつけて柿にして、リンゴにして、リンゴとリンゴでね、梨にしちゃって、まあでもそっか、結局柿回収できないか。だったら、こっち置いといて、置いといても、落ちる気はした。落ちる気はしたけど、まあ、うまく乗るんだったら乗せたかったかな、みたいな。まあ、やっぱちょっと下の柿は回収できそうにないから、まあ、諦めてここからやっていきましょう。ん?これはこれでちょっと嫌な形だな。これくっつける。ただチェリーの居場所がないので、まあチェリーだったからうまくくっつきましたが、これどうしようかな。まあ、ここを置いといて、これブドウくっつけて、くっつけてくっつかないね。そして、柿と柿もくっついてほしかったけど、くっつかなかったから、まあこっちでやろうか。しかし梨は転がらない。これ押せないか。押せ、あーい、あーっと押せないね。ちょっとね、これもどうだ。ちょっとリンゴ振っ、あー、わかん、あ、いける、押せ押せって、よし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 
お、これちょっとパイン頑張ってくっつかんか。あ、ダメだね。ちょっとそっちからじゃダメなん、そっちからやると余計なことだったな。困ったね。さあどうしようか。パインはできてるから、くっつけばメロンなんだけどね、なかなかくっつかないよねみたいなところですか。一旦リンゴここに作って、リンゴの上で、あーでも飛んじゃうね。まあ梨も落としちゃおうか、この際だから。でちょいちごこっち置いて、これはオレンジにして、ここあーっと転がる、ちょっとダメだね、それは拾えなさそうだから諦めて左行きましょう。あ、オッケー。あーでもまあそれちょっと阻止できなかったよね、柿真ん中に落ちちゃったね。しょうがない、また真ん中で育てていきますか。これはここか。でオレンジで待つ、オレンジで待つ。よし、オレンジ来た。梨はできましたね、これで。ね、梨もう一個作れば、桃ができるので、メロン見えてくるかな。ちょっと転がりここで作るしかないな、ここで作ろう。オッケー、よし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 、メロンまでできた。パイナップルとアッポーがちょっと端にあるのが嫌な予感もするけど、はい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 。うん、そのパイナップルアッポー、あーそうね、ちょっとこっち置いとくか。これは、次柿だから、ね、そうだね、次柿だから、まあちょっといらんもんパインの上に置く作戦でいこうか。いらんもんは基本パインの上に置いて、梨の隣のリンゴを育てていくようなプランでいきたいんだが、はい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 、とりあえず柿できる。で、次柿だからこれこっち置いといていいか。はいはいはい、ちょっと待って、あーあ、でもこれ押してる？あ、よい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 。あ、これだったらまだいけるんじゃないっすか。グレープ欲しいね、グレープ欲しい。オレンジはちょっと一旦こっち置く。いちごいちご続くんだったら落としたけどね。あー、グレープが先に来る、これ意地悪だよな。まあちょっとこっち置いて、これ順番にくっついてくっついて、オレンジまではくっつかないか。これね、次左はねブドウで回収したいんだけど、このオレンジ置くところがないんだよな。あの根元のオレンジ消せなくなっちゃうから、ちょっとここに乗ってほしい。乗らんねー。あ、ちょっと落とすとこミスったあーでもなんか結果オーライですげえ綺麗になった。まあこれであれば許そう。全然想定してた形じゃないのに、なんか想定してたやつうまくいった形より良い気がする。まあだったらそれはそれでよしか。ここもな、オレンジで消したいんだよなと思うと、こっちに置いとくか。まあカキカキだったんでね、オッケーますね、オッケー。で、ここで梨にして、でこれ一旦カキにする。ちょっと吹っ飛びそうで怖いね。さあここからどうしよう。ちょっと置くとこねえな、細かいやつを。あ、これ、桃、オッケー。あっと、ちょっと待って。そのパインとパインくっつかないかな。端から落として、これくっついたらむしろ、あー、障害物でかくなっちゃう可能性もあるから、まあくっつかなかったらそれはそれでなのか。まあでも、チリ置く場所がないから、こっちから落としていくしかないんだよな。ちょっと柿が邪魔だねーっていう展開になりそう。ちょっと困ってるね。これむしろこっちからなんか押し、あーでもおかしいか。そうだよね、ここを育てちゃうと結局
何やってんだろうってなりそうな気もするような。一旦ピーチ、これでもちょっとこっちから押し込んでさ、イチゴだよな、イチゴがずっと邪魔だよな。もう厳しいか、これスペースがない。あのイチゴなんとかできないかな。なんとかできないな、なんとかできないよな、これ。にゃーはあ、ちょっと待って、それも良くない。今端に置きたかったのになんか指触っちゃった案件だな。あー盛り上がってきてる。ちょっと待って、くっつくなら下のリンゴとくっついてほしいんだよなって言ってる間にやられちゃいましたね。そうか、あれでもスイカできなかった割に2000点超えてんだな。まあ多分細かいのがたくさん落ちてきたってことなのかな、これは。ちょっとこの辺のスコアもね、なんかスイカできなかった割に高い人、スイカできてもなんか2000点前半みたいな時もあった気がするから、まあよく分かってないんだよね。まあどっちにしろね、ハイスコアを目指そうと思ったらやっぱり、スイカ作るのは必須だと思うので、まあもうちょっとね練習していきたいかなというとこですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。